難しいですね、手袋。いや、石焼き芋の気分ですね。じゃあ生クリームでいきますね。これ待って、どうしようかな、全部皮取った方が食べやすいかもしれない。よいしょ。どんな風に皆さんの目では見えてるんでしょうか。ちょっと私、ね、今どんな風に映ってるか確認が、なるほど。ちょっとね、私のモニターだとあれなんですけれども、皆さんの目で美しく見えてるといいなと心願っております。ちょっとね、じゃあまとめて。いや、なんかなんかね、もうむしろこれね、スプーンとかの方がいいかもしれないレベルですね。いきますね。ちょっとじゃ、生クリームふんだんに使っていただきます。おいしそう、おいしそう。皆さんご覧ください、この、あ、手袋についちゃった。このさつまいもと白いホイップクリームがついてますよ。おいしそうですね。もうまさにスイートポテト。いただきます。うん、うん、パフェっぽいです。おいしい。うん、なんだろう、このホイップクリームの絶妙な甘さとさつまいものより濃い甘さがふんだんに口の中に広がります。程よい甘さで食べてて飽きない。